タバコを吸う呼吸スパーシャー。あ、やべ、これ折れてるやつの白ひげ、はい、折れてましたね、はい。どうも文人でーす。どうもだから何でも切っちゃう、切れちゃってる。はい、どうも文人でーす。というね、今回はね、そう、なんとね、このそう T カードのね、なんかあれでね、 T ポイントカードかのやつでね、なんかね、切っちゃいました。パーン、サンプルタバコ引換券ってことで、ただでね、なんかこの400円の20個入ってるやつがね、もだいらしいんでね、でもちょっと最近ちょっとね、なかなかタバコも高くなっちゃって困ってるんだけど、本数減らさないからならんかなと思ってんだけどね、これ来ちゃったからね、ラッキーでーす。というわけでこれね、ちょっと見ていくとね、なんとこう、いろんな種、こうチェックボックスにね、欲しいタバコのところにチェックボックスをしてね、チェックボックスにチェックしてね、そう、チェックして、そしてね、なんだこれ、ファミマ、そう、ファミマに持っていくとね、くれるらしいんですよね。だからね、今からね、早速ね、ちょうどタバコもうこれ、ね、なんか空っぽで切れちゃってるんでね、全部こう、もう、ないんでね、もうないんだよ、これ、早くチェーって、なんで炊けんだ、クソなーっていうぐらい、ないんでね。これから交換しに行きます。はい、これね、どうでしょうかな、やっぱりコストパフォーマンスを考えるとね、この5ミリだとね、こうなんですか、足りないからどんどん吸っちゃうじゃないですか。そう、同じように100円だとやっぱりね、この一番14ミリの一番入ってる14ミリグラムだから、ね、5ミリの倍以上入ってるこいつをね、なんとかゲットしたいですね。そうするとコストパフォーマンスも 1.5 倍、2倍以上のコストパフォーマンスですね。だから同じ400円。まあ俺が金払うわけじゃないから、ただでもらえるんだけど、そう、1箱だけど、こっちは、そう、半分でこっち倍ぐらいだから、多分こっちの方がコストパフォーマンスいいですね。本数も減ると思います。チェックボックスとかだから、あれなのかな。全部、まずこれ未成年者かどうかっていうのを書いてあるんでね。私は20歳以上の成人喫煙者です。はい、もうすぐ50歳になるんでね、この条件はね、チェックしても差し支えないでしょ。嘘ついてる。お前本当、でも お前ちょっと、本当に20歳なのって言われることはないと思うんで、安心してチェックボックスにチェックしました。はい。そしてあとはこれ、なんかな、これ。全部にチェックしていいのかな、これ。チェックボックスってことは、いや、とりあえずどれでも選べるってこと、全部チェックしていいのかなと思ったんだけど、1個しかくれないみたいね、こういうの、1箱。ねえ、どうせならサンプルだからね、これ、こう、1個だけじゃ分かんないから、全部吸った上で、このね、この、なんかメンソールのやつとか、全部吸った上で、吟味したいだけのとこだけど、まあ、さすがにそこまではないってことでね。じゃあ、しょうがない。さっきの、ね、最初言った通りコストパフォーマンスを考えたらね、この一番このレギュラーってやつ、これチェック。はい、つうわけでね、今からねこいつ持ってね、そう、ファミマに行ってきます。はい、なのでね、またね、帰ってきたらね、ゲットしたね、このね、なんだ、フィリップ・モリス。そう、フィリップ・モリスをね、見さらかしまーす。はい、じゃあ行ってくるねー。ただ、今の呼吸ってふざけんなー。そう、これ、よりもよって一番軽い5ミリしかなかった。5ミリしかなかったでーす。はい。くそがー。本当は一番重い。15ミリグラムのやつをもらおうと思ったんだけどね。なんとこの、他のやつはなくて、これしか、もう選択肢、チェックボックスで選択させた上でのこれしかない。このフィリップモリスが目に入るのかって感じで、これ、選択肢がこれしかなかったんですよね。クソ、やっぱそうです。まあそうなるよね。大体、5ミリ、10ミリ、15ミリって、並んでりゃ、みんな15ミリ選ぶよね。じゃあ15ミリだけにしとけよかな。これ余っちゃうんだから、15ミリ、
全部15円にすればいいのに、くそーっつってね、まあしょうがないよね、まあ、ただでもらえるもんだからあんまり文句言ってもしょうがないで、ね、とりあえず私のねタバコを吸う呼吸でね、ちょっと味わってみたいと思います。じゃあいただきます。ってこれタバコの発酵じゃねえかーって、そうこれだけじゃね、これじゃあ何も味わえないんで、5ミリどころか0ミリです。はい、健康的なタバコの吸い方ですね、今0ミリなんでね、ちゃんとね、中身を開けてね味わってみますね。メンソール俺あんま吸わないんだけど、まあしょうがないな、ただだし、もっと、俺みたいにちょっと金がない人はね、コストパフォーマンスで15ミリを買うべきだから、金のあるやつはそれ辞退して普通に買えよって感じなんだけど、まあしょうがないね。まあいいや、これで5ミリ取れないなこれ、はい、なんかこうすごい軽そうだね、めっちゃ軽い、なんとなく軽いような気がするね、こう軽いっすね、軽い、まるでね、なんか葉っぱをね紙に巻いたものをね持ってるかのごとくの軽さですね。まあ、せっかくだから持ったからレビューしてあげないとね、軽いです、めっちゃ軽いです、1円玉よりも多分軽いかな、いやどうかな、1グラムもあるかな、わかんねえ、1グラムもないっす、なんせ1ミリグラムですからね。はい、じゃあ早速ねこれ火つけてみたいと思いますね。火つける前に、ああメンソールの香りだ、香りだじゃない、香りじゃない、香りだーだー。はい、じゃあ早速ね俺のね火の呼吸、縁柱である俺がね火の呼吸でねこいつにねつけます。タバコを吸う呼吸をすくとね、縁柱の呼吸で、軽い、やっぱ軽いっすね、なんせ半分っすかね、しかもメンソールのあれが来るからガツンと来るのが全くないですね、こうガツンガツンが来ないですね、ガツンって来ないですね、はい、軽いですね、全く感じられませんね、タバコを、ああそうか、せっかくもらったもんだからね、なんか文句ばっかり言ったら逆に失礼だから、いやいいじゃないですかね、健康を考えたらまあこれぐらいの軽さでね、まあ吸った気分になる人はぜひ、これ素晴らしい商品だと思います。はい、いいですね、だんだんこう徐々にねこう15ミリ10ミリ5ミリってこう段階的に少しずつね薄くしてって、最終的にやめたい人にはね、持ってこいの商品だと思いますね。あとはすごい疲れてる時とかって結構タバコガスンってくるじゃないですか、だからこう疲れてるってなんかタバコ吸うと弱っちゃいそうな人にも、最適なね商品だと思います。メンソールのね香りで癒されると思いますね。メンソール、ちょこっとだけメンソール、でもまあいいのか、メンソールもちょっとだけだからね、あんまりタバコのあれはね邪魔してないしいいと思います。はい、というわけでね、とりあえずちゃんと一人褒めたところでこれぐらいにするかな、あとはねこれ全部一人でね吸うんでね、今全部吸っちゃったら体に良くないんでね、まあ毎日ね1日1本か2本ぐらいずつ吸って10日間ぐらいこれで持たせるんでね、この動画これぐらいにしたいと思います。それでは白ひげ熱っこれで白ひげやると熱いんで気をつけてください。白ひげの呼吸。それでは。